61番駐車場高円寺住宅街みたいな感じですね。西条市の住宅街かな。で向こうがお寺ですね。で駐車場がありますね。駐車場結構広いね。トイレもあるし、ゆったりした駐車場です。なんか広いな。え、あれがお寺？ん？もうこん中がもうすでにお寺なのか。ここが手水、手洗い場ですかね。小安大使がいますね。いらっしゃいますね。子供がポコッ生まれるという。タワーの屋根に1円玉がたくさん置いてあるね。これは何かのお堂がありますね。あれがお寺なの？なんかお寺っぽくねえな。え、これがお寺なの？これのでかいのが本堂なの？全然お寺っぽくないですね。え、この巨大な建造物がお寺ですか？外装がだいぶ変わってるね。で右側が鐘と、左側が御朱印書いてもらうところ。というか宿坊か。これ左側が宿坊です。いい音ですね。はい、すごいですね。歩きです。こっちの屋根が、はい、でちょっと緑が入る感じで、この辺ですか？こっちはちょっとあの空が見えてた方がいい。これぐらいで、ね、これぐらいで、はい、はい、すいません、お願いします。水平に感じる。はい、いきますよ。3、2、1、はい。どの辺の県から来た感じですか？あ、僕、熊本県から来ました。熊本県から、はい、歩きですか？歩き、いや、熊本からではね、歩きは、あの、はい、もうこっち、四国に行ったら。あ、じゃあ何日目ぐらいになります？14日目ぐらいですか、はい、ちょこちょこなんかビジネスホテルとかロッジとかに泊まって洗濯しつつ、はい、歩いてる感じですか？はい、もう着替えがなくなったらそのホテルとかに入って洗濯って感じです。ああ、なるほど、はい、え、若いですね。今23ですか、はい、お気をつけて。ありがとうございます、はい、漢字財宝札行人般若波羅蜜多自称言語雲海空洞一切。2階ってどうやって上がるの？左右の階段を上がってね。はい、巨大な建造物ですね。音楽コンサートをするときって大体こんなホールに入るんじゃない？何これ、靴を脱いでお上がりください。これ大事堂なの？あー、電波ないね。エレベーターのとこある。音楽ホールじゃんこれ。はわわ、椅子がたくさんあるな。ニューホールは見た。
他税、大臣、主税、大名、主税、無常、主税、無等道、お経コンサートホールみたいな、そんな感じなのかな。61番札所の御朱印はこちら、奉納。これが梵字。大日、大日如来、如来、大日如来、こう、かおる、その、こう円寺ですね。